陰線3番の江口、100m 近辺の越しです。進入隊形はインコースから3番、1番、2番、4番、5番、6番です。スタートしました。目立った飛び出しは5コースから5番の岡部、そのうちが4コース遅れて、さあ出ていく5番の岡部、抵抗する3番江口、2人が競り合った。真ん中バッター6番佐藤、まくり差しが入りました。突き抜けました6番の佐藤がまくり差しから先頭浮上。その後ろは1番の星野が差してきまして、アウトコース3番江口が残す展開、2人が並んでいます。スタートは前提正常でした。2番手ここは1番の星野が先手を取る。差しに構えて3番の江口、江口の差しが届いてきました。やや外流れてしまいました。1番の星野で2手進、3番江口が2番でリードを取ります。